本日は前回に引き続き監査法人での働き方というテーマで語っていこうと思います。私自身が大手監査法人にてスタッフシニアを経験しておりますので、その経験を踏まえてですねお話ししていければと思います。今回は同期というキーワードでお話ししようと思います。それでは行きましょう。大手監査法人に入所されると同期が何百人もいる状況になるんですよね。どの法人も入所して初めの1ヶ月ぐらいは同期全員で研修を毎日受けるといった感じになります。この期間むっちゃ大事です。絶対同期と仲良くなっておくべきですね。まあ、そもそもなんですけども、まず第一に同期と一緒に働くことはほぼないと思ってください。なのでこの研修期間で仲良くなるしかないんですよ。まあ、なぜなら前回の動画で説明した通り、アサイン制度でみんな割り当てられるクライアントだったりスケジュールが異なるんですよね。基本的に1チームあたり J1 は1人になりますので、同期と働くっていう機会はほぼないです。まあ、ただだからこそ同期の存在は非常に重要になります。どのチームに行っても1年目は最下層でみんなが先輩です。気の許せる同期が全くいない状況は結構辛いです。しかも入所して速攻繁忙期になるわけじゃないですか。繁忙期4月5月なので、まあそんな時にですね、励まし合える同期がいるのはマジで精神的にでかいですよ。同じ現場じゃないからこそ相談しやすかったりもします。また精神面だけではなくって実務的にも同期ってすごく重要です。自分が経験してない業種の事情や他のチームの監査手法など共有し合えるんですよね。それで切磋できる仲間がいるっていうのは、おのずと自分の成長も早まりますし、仕事のヒントも得られたりします。以上となります。今回は同期というキーワードでお話しさせていただきました。次回はランチというキーワードで監査法人の働き方を話していこうと思います。少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。